二谷さんも地元出身です。やっぱりこうドラゴンズに対しては子供の頃から特別な思い出あると思いますけれども、ドラゴンズで誰か好きな選手っていました？そこには知多の星っていうプラカードを出してもらってるんですけど、僕は知多市の出身で、はい、まあ、浅尾投手が知多市の出身なのでやっぱり憧れてます。まあ、本当にあのご近所ですよね、浅尾さんとは ね、 そうですね、はい、ね、はい、ということでそのドラゴンズに入団されたわけなんですが、あの福谷さんのチーム事情もあるとは思うんですが、最終的にはまあセットアッパー、あるいはまあ最後クローザーという形で活躍をされました。ご自身としてはまあどこでもとまあ答えるのが当たり前で今までそうされてきたんだと思いますけれど、ぶっちゃけ俺はここでやりたいなというのはどこですか？先発、中継ぎ、抑え。ぶっちゃけですか？はい。やっぱり先発の方が花はあるので、憧れはありましたし、ただ大学時代もそのチーム事情とか自分の力不足でできなかった部分があったので、これから先発任せられるように頑張っていきたいと思います。お、浅尾さんのように毎試合出てってすごいとこを抑えてわーという大声援を浴びたいというよりも今先発。大学時代はむしろそっちの抑えとして の登板が多かったので、先発としてはあまり結果出なかったですし、まずは先発としてっていう形ですね。ということは先発ローテーションにしっかり入ってということになりますね。はい、目指して頑張っていきます。実は福谷さんは、慶応義塾大学、しかも理工学部ということでございまして、結構私もいろんな報道を見てますと、なんかフォーム解析とかもいろいろされてるんですよね。一応やっぱご自身のフォームとかもいろいろ研究されたりはするんですか？まあ、研究というよりも普通に自分のフォームこうなってるなっていうことは多分みんなやってると思うんですけど、それぐらいです。実は昨日ですね、安城市の方で、イベントの司会を私担当いたしまして、田島投手とそれから伊藤純喜投手と、3人でトークショーをやってきたんですが、控え室で田島さんがですね、福谷さんがそのフォーム解析をやっているという話を聞いて、俺のフォームも解析されるのかなということを言ってましたが、ドラゴンズの投手をこれまで遊びでもいいんですが解析したことってあります？いや、ないですね。あ、そうなんですか。はい、じゃあぜひ先輩でリクエストがあったらやってあげてください。わかりました。どうもありがとうございました。いろいろと質問に答えていただきましたけれども、皆さんにはですね、いろいろと質問をお寄せいただきまして、ここに皆さんから寄せていただいた質問を手元に届けていただいたんですが、ちょっとお時間の関係もあるので、事前に係の方がピックアップした質問をですね、これから皆さんに答えていってもらいたいと思います。